でも学校着いたらその同級生とかにこけたんだけどってわははーくらいになんか言えてるといいなっていう知らんけどどうや、えへん。そうね、車が来たのが本当に普通に車道なんだけど車は全然いなかった、一台も通ってなかったから、それは本当よかった。さすがに車が来てたら走っていこうと思った、自転車と取りに。そうけど来てなかったっていうのもあって私の勇気が出なかった。あら、誇っていいと思います。考え方含めてすごくいい人推してます、みなみさん。えっ、みなみさんじゃない、みなさんだったやったー、嬉しい。私結構お顔もなんだろう、みんなに可愛いって言ってほしいとか、みんなに可愛いと思ってもらいたいっていうのでメイク研究したりとか、自分で似合うのなんだろうとか、服装とかもよく考えたりするけど、それも嬉しいけど、結構中身褒められることが嬉しくて、人柄というか、なんかそれって作れないものじゃないですか。生まれてきて親に育てられて、その生きてきた環境が性格を作るというか、変えれないものだから、その人柄を好きって言ってもらえるのは、なんか本当に石田みなみを好きでいてくれてるんだなと思って嬉しいよねそのなんか偶像としての私じゃなくて、アイドル偶像石田みなみじゃなくて、等身大というか石田みなみとして好きって思ってもらえてるってことだから、お顔も褒められるのはもちろん嬉しいんだけど、さ嬉しい。だからよくなんか他のメンバーのファンの方から〇〇の時は〇〇を助けてくれてありがとうみたいなことめっちゃ言ってくれるんだけど、なんかしたっけみたいな全然いいんだよって。なんかあの性格が良い とかじゃなくて、気にしいっていうのもあるかも。なんか人に悪く思われるって、悪くなんか思われるというか、人を傷つけてまで自分の意思は出したくないというか見つけた、見つけた、なんだろう、人に攻撃することほど無駄な時間はないというか無駄って言い方やだけど、それならなんか誰かを褒めてるとか、これすごいねっていう時間にした方が人生楽しそうじゃない悪いとこ見つけて攻撃してしようみたいな、何のメリットもない自己自分に。それでもしかしたら気持ちがスッキリするかもしれない。一時だよね、そういうスッキリって。一時だからまたやって止めれなくなっちゃうんだと思うから、それならめっちゃなんか可愛いあの子とか、今日もねすごいあの人の話してだから、そういう生き方を多分してたから、人のいいとこを見つけるのが多分得意なんですよ。で特技っていう言い方をしていい事柄か分かんないけど、今日もねあのリコチのいいとこ見つけてね、思わず叫んじゃったんだけど、なんか手洗い場とかあるじゃないですか。すごい手洗い場に、まあ、メンバー48人全員使ってるから、すごいねあの水がすごい散らばってて、ああと思って、これはちょっと良くないなって。借りてる会場だから、後で歯磨きしてた、歯磨き終わったら拭こうと思ったの、ティッシュでその手洗い用にあの拭くようなペーパー置かれてたから、それで拭こうと思って歯磨きしてたら、あのその流れでリコチも来て、リコチが何も言わずに拭いてたの。自分もなんか拭こうと思ってたけど、なんかあんまりそんなに気づく人っていないのかなと思って、それもなんかグループとして良くないから、なんか注意しなきゃいけないとこだなみたいなことすごい考えたら、リコチが何も言わずに拭いてて、思わず「えリコチ偉い!」って言って「何がですか?」みたいな「びっくりした!」みたいな何がですか、いやなんかさ、みんなもこれ思っとって歯磨きしてやろうと思ってたけど、リコチがさなんか何も言わずにやってて、あ本当だ、私なんかすごい自然とやってましたみたいな、もういい子だねっていうそう偉いと思う。なんか私たち1期生は1期生だからあの
一期生ができてるって言いたいわけじゃなくて、一期生の時だけ、一期生しかいなかった時に一回握手会かなんかで怒られてるんですよ、あの先輩グループの方に。怒られてるっていうか、あの全員で使ってるところで借りてる会場だから、あのあまりにも使い方が丁寧ではないからちゃんとやってくださいって言われて、私たちはあの STU 入ったばっかだったから、その指導していただいて、あの意識してたところではあったから、そういうのをなんかね、なんだろう、些細なことだけど借りてる会場っていうのはあるから、そういうとこでもグループとして見られるのかなと思ったら、そういうとこもなんかね大事だなってすごい思うから、そういうの気づける子がそのなんか他にもいるっていうのがいいことだと思って、そう、なんか別に STU がとか言われてないんですよ、そう、あの全体に言っていただいて、そこからすごい気にするようになった、そういうところを。結構だから、あの一期だけの時ってすごい厳しかったスタッフさんとかもいたりとか、結構なんだろう、しっかりルールがあって教えてもらったけど、今これ7年目にあってすごい、あの全て必要なルールだったというか、ルールっていうかその指導だったなと思って、すごい。なんかユミコとかに言ったんよ、それユミコがちゃまたま来て、なんか何をリコチを褒めてるのみたいな感じにユミコがパパパって来て言って、この、 あの先輩の方に指導させていただいた覚えとるみたいな言ったら、じゃあ指導していただいた覚えてるって、ユミコも覚えてるって言って、そう、やっぱりなんかね、みんな覚えてた。そうだから、そういうところを見つけて、なんかそれで喜んでほしいと思って言ってるわけじゃないけど、喜んでくれるじゃないですか。自分も無意識で、今回のことに関しては無意識で声が出てしまって、すごいみたいなだからそれにリコチが、すごい、なんかあの朝始まったばっかですけどすごいもう今日頑張りそうですみたいなこと言ってくれて、それがなんかなんだろう、サービストークっていうか、そのあれだとしても、なんか人をそういう気持ちにできる 1% をなんかあの担当できたというか、携えれたって思ったらね、人生充実しそうですよね。なんか小さい幸せを見つけることが人生の楽しむコツなのかなって。小さい幸せもいっぱいいっぱいあったら大きな幸せですから。私だから今日小さな幸せ、今日ね朝のね集合時間に行ってね、横断歩道全部青だったっていうすごくない？一回も止まってないのいつもめっちゃ止まるんだけど、そう、私の今日の小さな幸せ、まただ一回も止まらずまただと思って、そう、それが私の今日の一つ目の起きてからすぐだったから、小さい、すごいよね、地味に嬉しくないそう、私もなんか人間できた人間じゃないから、すごいマイナスな感情もそれは持つんだけど、あの病むとかよく言ってるしねけどだからといって人に攻撃しようっていう考えにはならん。生き方ですね、そういう生き方をしてきました。すごい、なんかそういう生き方をしてきました、なんか恥の多い人生を歩んできましたみたいな始まりの小説なんだっけなんだっけ、心だっけ、夏目漱石、違う、太宰治だ、人間失格じゃないなんか何かわかるいきなりめっちゃ話変わる、なんか人間失格だよね、私今人間失格みたいなこと言ってた太宰治さんの創作の中のコテみたいに言ってたでもあの愚痴は別に悪いことじゃない、あのその人に伝える愚痴は良くないけど、その噂とか流れるような、そう、あ、なんだ、自分の中で不満を持つこと、別にそれは生きてたらあるから、それに関しては全然仕方ないよね。私だって生きててなんでやねんと思うこともあるもんそう、
ね、分かる人すごいね。私も分かるけど、あの読んだわけじゃないから冒頭しか知らんかも。え、なんかトンネルを抜けると花かな、花か雪かがある小説何これもになんかなんだっけ、私なんかね文学のね一部を知ってるんだよね。なんかトンネルを抜けた先になんかなんだっけ、舞姫、そう雪国のやつかな、多分雪国かってやつ、なんか文学な、あ雪国よう分かるね、みんななんか文学の一部をなんで知ってるんだろう。そうトンネルを抜け、そうだ、みんなすごいねなんでそんなすぐ分かるんや、なんかああ分かる分かるじゃなくて、ああそれなんだだよみたいなあら今日の幸せはみーちゃんと出会えたこと、あらでも会いに来てくれてありがとうね、数時間かかるのに新幹線もう着いたって言ってたね、おかえりなさいです。マジ、あでも注文の多いレストランとかも好きでしたよ。国語がやっぱ昔から小学校の時から好きだったから、配信で見られてしまう、ありがとう。え、なんか短時間っていう概念知ってるっていうぐらい忘れてた。20分になったら男女読んでいいですか。ラジオもあれだよね、あのか、あのローバーが出てくるやつよね、ロー、紙とかをなんか集めてるというかちぎってるというか、ローバーが出てくる、ローバーじゃない、ラジオもはね授業であった。そう、だから夏目漱石の心も授業、あ夏目漱石って心っていう作品でなんか分かれて一部二部三部みたいな分かれてて、一部だけやったんですよ授業で。私ね、あの何でもかんでもね追求したくなる人だから、一部だけだと続きはってなって図書室でちゃんと二部三部みたいな借りて全部読んだ。そうで担任の先生が国語の先生だったから、あの国語の授業みたいに、えこん時ってどういう感情でこういうの言ったと思いますみたいなのを放課後聞いたりとか休憩時間に聞いたりとかして、先生もあでもこれはねみたいな感じで結構心って昔の小説だから昔の言葉とか出てくるのも自分で調べてなんか辞書引いて、あそういう意味なんだっていうのも楽しかった。そう、そう今全然読めてないから、昔の方が多分ね文字に触れてきてたから、そうだからなんだろう、創作するのが好きだった。自分もその小説とかを書いてたんで、昔携帯小説だけどね。そうだから多分文章を読んでないからもうそういう発想能力もないんだろう。国語大好きなんですよ、数学得意じゃないけど。そう私携帯小説書いたの、そう魔法のアイランドっていうサイトで、半なんかその時は視聴者数、読者数とあのファンになるっていうボタンもあって、私ファンいたんよ、すごくない？1000人ぐらいが読んでて、そうファンもいた、その感想を送れるコメントとかで更新楽しみにしてますみたいなあったんですけど、あのパスワード忘れて入れなくなって携帯変えてパスワード忘れて入れなくなって、完結しないままあのネットの社会に、ネットの世界のどこかにあります。すいません。スマホなら昔ね、高校生の時かな。ポチポチあの合間に書いてた、こうページの更新とかして。だから結構文章を作るとか作品創作するのがなんかちょっとなんだろう、漫画も好きだから妄想の文章に起こしてないけど、すごいなんか好きだったから、その時は何でも浮かんでも浮かんでて、実は1作品だけじゃなかったんです、同時に3作品ぐらい書いてて、正直あのこれ初出しかも、そのさどあの更新ペースは全然作品によって違うけど、同時に3作品ぐらい書いてたのぐらい当時はそういう想像能力が優れてたのよ。でもそれって多分文章を多分小説とかめっちゃ読んでたから
浮かんでただけで、結構今も小説書きたいっていう気持ちはあるんだけど、さあ書いてくださいって何も浮かばないんですよ。そうだから、それって多分今自分が触れてないからだろうなっていう、その文字に、そうそう、三作品同時に書いたっていう事実なだけで、それが面白いかどうかは知らんよそうだからね、なんか想像、なんか本読んで何になるのとか、そう、別に本、別に自分の将来に本は出てこないしっていう人、もし思ってる人もね、もしかしたら今の学生、大学生、高校生といるかもしれないけど、こういう時にね変わってくるんですよね。発想能力に本関係あるみたいな。でも創作作品に触れるって結構ね、一つのなんかインスピレーションっていうか、そう、あと語彙力が増えるね。語彙の窓、語彙の箱、語彙のドア、それが増えますね。歯がゆいだから、なんかこの言葉を言いたいのに言葉を知らないがゆえに、そのこの感情を表せれないみたいな。言葉を知ってたらね、そのなんか些細な感情をね言葉で表せれるんですよ。あと、ね、結構ね文章能力ってね普段のね文とかにも出るんですよね。だから私あのツイッターとかもちょっと気にしないようにしてるか、まあ、気になるときは書いてるんですけど、なんか例えばサザエなら抜き言葉とか、そう、見れるじゃなくて見られるみたいなさ、なんから抜き言葉、犬き言葉なんだっけ、もう一個、そうかも、そういうのも大事だよねそう、話し言葉はあんまり良くないよねみたいな。そうそうそう、っていうので国語って大事なんだなって。私でも理系ではないから数学とかは、でもねそれはそれでね、あのよくある日常だったら、このお洋服何パーオフですの計算ができないからもう今ネットで調べたらね、そういうサイトがあって打ち込みも出てくるんですけど、そういうのも、ね、まあ、あの理系の方は使えるわけだから、そう、無駄なことってないんだよ人生って。私まだ24年しか生きてないから、まだ人生のペーペーですけど、24年生きてても思うのが、人生ってほんと無駄なことがないなって。なこれ何、いやこれやって何になるんとか、今これ聞いてて何になるんやろうとか思うことが、実はなんか数年後とかに、あああの時に言われたのが今こうやって意識になっとるんだってなるから、だから私は毎日を大事に生きてます毎日人生もつい、本当にスマホの電卓で、私そういうサイト使っちゃってますね。理系だけど数学苦手、理科系で、科学系ですか、科学系もすごい興味、あ数学は目的に向かって何をすればいいかを考え、あ確かに国語と数学って全然違う。数学って明確な答えがパンってあるもんね。国語ってないもんね正解。なんかその時のりこはどう思いました、適当に出た名前がのりこ、のりこがどう思いましたかみたいな、その捉え方だよね。でもそれも私は好きなんだよね、なんか十人十色みたいな、それを全て正解っていうそう、私頭あんま良くないんですけど、なんか私のあの過去の栄光にすがったことを言うのなら、模試を受けてたんですよ、まあ、学年模試、全国模試かがあって、模試受けてて、国語に関しては偏差値すごくて高校の先生にどこの大学でも行けるぐらい国語は大丈夫って言われたでもあの数学と英語がやばすぎて国語だけ良くてもダメなんだぞって言われた記憶がある国語だけ偏差値バカ高くて、めちゃくちゃより、ごめんなさい、めっちゃ高くてそう国語に関してはそうどこでも行けるっていうだけで、国語だけのね受験なんてなかなかないですから、結局は全部必要なんですよ。あ、時間早い、本当だ。英語はもう中学英語で、私はもう手こずっていうかもダメです。
よいしょ。ということで壇上読みたいと思います。いきます。リアルタイムランキング見ます。13位たけしさん、パチ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 。12位ピアニッシモさん、2日間幸せでした、ありがとうね、こちらこそ幸せでした。11位しばけんさん、パチパチパチ。10位りょうにゃさん、パチ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 。9位つよつよさん、パチ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 。8位だったんさん、パチパチパチ。7位バオバムさん、パチパチパチ。6位2日間お疲れミーヒー全然行く。おお、待って待って、ミーヒーの胃は大きい。5位エビさん、パチ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 。4位下吉さん、パチ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 。3位ハルジーコさん、会うたび好きを更新。マジやった嬉しい。2位クラゲリさん、パチパチパチ、うれっぴー。そして1位はドゥ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 ンドゥドゥン、たまちんさんでした。たまありがとう、アイロハのしか大阪楽しみにしてます、ありがとう。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、見つけた、みのことをしてみひんきゅう、ありがとうございました。兵庫県出身市のみなみでした。 STU48 祭り、 STU48 祭の後の配信の終わりには半分関係ない話で終わりましたが今日も一日すごく楽しかったです。2日間来てくださった方も、昨日来てくださった方、今日来てくださった方、今日配信見てくださった方、みんなみんなありがとうございます。一人一人の支えがあるからアイドル石田みなみとして毎日元気に活動できてるので、これからもよろしくお願いします。ね、最近ミヒのファンの方、よそ見をしがちの方が多いので、あんまりよそ見したら知らないからねと言っといてやろうそう本当にもう、そう言えばいいじゃないよ、なんかもしそうなった時はみーちゃんにちゃんと言うからじゃないよ、みんな、なんか私のファンの方そのスタンス多いんですよ、言ってるからみたいな嘘はつきたく、みーちゃんに嘘はつきたくないから、違う違うみんなみんななんかちょっとなんかちょっとなんかなんかあれってそう、まあまあみひんもさ、みひんのアイドル人生はずっと一緒にいてほしいなと思います、思います、思います。そうアイドルは儚い存在なのダメなん？え、あのさ、逆に考えてみてさ、好きって言ってくれてる人がさ、違うとこにも好きって言ってる状況どうよそのなんかみんなアイドルだからいいでしょ、人間として考えてみて人間として同じ立場で考えてみて、そうなんか心狭いよみたいな、違うだってさーって初期って言ったじゃんってなるじゃんそうそういうことや初期って言ったろうにって、あっちにも今日も可愛いねって言って、なんですか私はどういう存在なのってなるじゃないですかははっ確かに、あ、僕は妻にもみーちゃんにも好きって言ってるよ、なんかちょっとなんか素敵すごい、なんか妻にもみーちゃんにも素敵じゃない、日常で妻に好き、素敵。みーちゃんはチャートリのウィンブルドンの推し、あらウィンブルドン以外もしてください私らしくない、まあ、センターやってるんで。ということで今日も一日ありがとうございました、ありがとうございました。明日も頑張れみーちゃんです。うん、マジ1時間超える、マジ
マジ30分ぐらいかと思ってた。やべやべくはないけどやべバイバイマジ超えた、マジ嘘。あ、そうだ、私あの宣伝の何もできなかった。ニコ生出るのであさって、なんかあのご褒美ロケあったじゃないですか。ご褒美ロケの2個ぐらい前で場所が決まって、そこの場所がダメだったから1個前で場所を再検討しようっていう企画をやって、場所を決めて行ってきます。見てください、ウェブサイト見たら。私の説明がちょっと今できなかった、頭が全然回らなかった。そうなんですよ、それを引用リツイートしようと思ってイベントが続いて全然引用リツイートできなかった。それのロケを、ロケ、その前回の配信で決まった場所のでロケをした後に生配信、その生配信やってる時にはもう何をしたか、どこに行ったか、私は多分知ってる状況で、どういう話をするのか、どういう配信なのか分かんないんだけど、そうらしいので、そう、それ最初に言わん、なんだ、どういうことだ、なんだ、何をだ、うんんで、あの出演メンバーは決まってないので、私は知ってるんですけどあの私とハテナハテナハテナなので、誰がいるかお楽しみに。私は各でいますあ、そう、私告知はいつも最後にしてるんですよ。そう、あ、そういうこと、あ、そういうこと、それ最初に言いなよって、そういうこと。実は私、実はいつも告知最後にしてて、そうなんですよ。そうだから告知何かないかなって探してたら今見つけたってこと。じゃあ私今までずっと思われたのかな、お話し会よろしくって絶対最後に言うから最初に言えばいいのにってでもじゃあのラジオみたいな生き方してるのでラジオよく言えばラジオみたいなやり方をしてる。ラジオってね、最後がお知らせなんですよそうラジオって最後に告知があるので、ちょっとそのスタンスに慣れちゃったまあそんな怒ってないけど、怒らんで誰も怒ってないけどということで、ありがとうございました。今日も一日、じゃあまた明日でございます。そうっすまたね、バイバーイ。あー、見て怪我した今日踊ってる時に怪我したん知ってた？映ってないか、よかった。私踊りながらチータル流してたんだよ最後の曲のイメージまでちょっと腫れてるんで、やべえと思って。そうだから私は早く血を拭きに行きたいのに、ツアーのドドンドドンみたいな発表があって、やべえと思って終わった瞬間すぐ絆創膏貼って全然大丈夫よ。あのちっちゃいちょっとあの誰かの多分マイクと多分当たっちゃって、そう全然でもあるあるなんで、誰かが悪い、誰が悪いとかじゃなくて、久々気が、絆創膏を体にやったの久々っていうだけでした。今なんかこう手振ってたらいたと思って、あ、そうだと思って思い出したこれは別に告知じゃない、確かに一番最後に言ったから告知っぽくなったけど全然告知じゃない。あの根がその心の根っていうか性格がちょっとあの幼稚園児みたいなとこあるから、見てーって言うだけ24歳持ちつつ幼稚園児もあるから、そう見てーって言いたかっただけ全然あのそんな大怪我じゃないのでご心配なさらず、ということでありがとうございました。